疲れ様です。ちょっと慣れないね、あのセミナー動画じゃないですけど、まあ僕はあの成功者っていうほど成功してないですし、失敗はあるんですよ、いっぱい。失敗はあのちょっと前回の動画でも話したと思うんですけど、あの人が辞めてくね、あの僕についた人間は辞めてて人間クラッシャーと呼ばれてたんで、失敗をほんとたくさん経験してきたんで、まあ、失敗目線でしか話せないこともあると思うんで、まあ、ぜひよかったら見てください。あの職人って稼げるの、あと職人のお金の稼ぎ方、まあいろいろあるんですけど、ちなみに僕は塗装職人です。で塗装職人ってやっぱ給料がいいの、安いのってあると思うんですけど、あのぶっちゃけですね、職人は稼げます。結論は稼げます。で稼ぐって、まあ、どれぐらいで稼ぐっていうのをあの基準にするかだと思うんですけど、例えば月収30万で稼いでるっていう人もあれば、月収20万でも稼いでるよって他人と比べて稼いでるっていう人もいますし、自分でやっぱ満足度になってきちゃうんですよね。でもやっぱその平均ってのはやっぱあるじゃないですか。で僕はもう35万から40万稼いだら、まあ20代でですね、まあ割と稼いでる方なんじゃないかなって思うんですよ。でもまあいやいや、俺はもっと100万ぐらい稼いだら、年収1000万いったらまあ稼いでるよっていう人もいるわけじゃないですか。まあ、ちょっとあやふやになっちゃうんですけど、あの手に余るお金は全然多分手に入れれると思うんですよ、普通に生活しててですね。でまず塗装職人の目線で僕話します。で塗装職人っていうのは、見習い期間があります。やっぱり職人なんで体を動かして1日いくらもらえるっていう仕事ではないので、やっぱりそのどんだけ塗ったか、どんだけ綺麗に塗ってきたかっていうのがやっぱ自分の給料に反映すると思うんですよ。で見習い期間は大体まあ7000円ぐらいから8000円、まあ高くて1万もらえたらいいんじゃない、まあそれぐらいなんですよね。で結局その収入がそのずっとどんどん上がっていくんですよ。でその上がっていくポイントがあります。職人で給料稼ぐ、塗装職人で給料稼ぐポイント、まず一つ目が一人前になる。で一人前になるっていうのは、まあ僕の中で2種類あるんですけど、言われた作業を言われる前にやる人、それ一人前ですよね。でもそれの目線って結局あの小方なんですよ、親方じゃないんですよね。で親方に ならずしても小方で一人前になる人もいるんで、そうしたらまあ日当がまあ1万5千円もらえたり1万6千円もらえたりってどんどん上がっていくと思うんですよ。でそうすると、まあ大体25日働いたとしても35万か、ちょっと待ってくださいね、計算しますね。まあいわゆる小方でも、小方でもやっぱあの言われる前に、指示される前に動く人間がやっぱ一人前だと思うんですけど、まあ大体それぐらいだと給料が1万5千円ぐらい、ニット換算で1万5千円ぐらいいくと思うんですけど、で1万5千円で25日働いた場合はもう37万5千円、まあ、それはもうもろもろ入ってくると思います。そこにまあ残業費だったり、まあ日常出勤とか入ってくると、まあ40万は超えてくんじゃないのかなと僕は思ってます。でそれって結構まあ小方でも結構稼いでる方じゃないかなって思うんですけど、それがまず一つ目の一人前で、もう一つの一人前っていうのはやっぱりリーダーですね。現場の段取り組んで、自分が小方を連れてって、自分が仲間を連れてって、その現場をいくらで収めてくる、なおかつその品質も守ってですね、やっぱ検査もあるんで塗装はその検査にも通すレベルで数字を上げてくると、数字を上げるリーダーになってくると、次1万7000円とか1万8000円、もう多いところだと2万ぐらい出るんじゃないですか。それぐらいの給料をもらえるようになります。そうすると月収が50万は超えてくるんですよ。で50万超えてったら、まあ稼いでないですか。その経営者じゃないですよ、あの雇われ身で、まあ、なおかつ、まあ、職人 でそのまあスピードもあるんで、いくら早い人でも3ヶ月でリーダーにはなれないとは言い切れないんですけど、多分なれないです。一応その塗装業の一括りの仕事を覚えるにはやっぱり3ヶ月ぐらい、もう一生懸命な3ヶ月ぐらいで、まあ、あらかたを覚えます。ワンパターンですけど、でもやっぱり経験が物言う世界なんで、あの臨機応変に対応できる能力はもう経験値積んでいかないとやっぱり超えれません。なので3年ぐらい頑張ったら、まあリーダーになれるのかな、もう真のリーダーにね、1年半2年ぐらいでいけるのかな、もう2年ぐらいでも頑張ればその50万ぐらいいけるんじゃないでしょうか。で今話した話ってのが、一応従業員の話です。従業員の話で話してます。
で、その次、塗装業のいいとこなんですけど、独立がしやすいんですよね。で、なんでかっていうと、足場屋さんだったら、その、部材をやっぱ買わないといけない。トラックも用意しないといけない。まあ、リースとかも今、いろいろあると思うんですけど、そうすると、まあ、手取りが下がっちゃう。で、そうなっていくと、やっぱりそんなにうまみはないのかなっていう。足場屋さんはやっぱ資材買って自分でトラックも用意して、で、なおかつ仕事のパイプが必要なんですけど、まあそこがあれば儲かってくると思います。でもその塗装業って言ったらもう倉庫1個でいいんですよ。その土場もいらないですし、ほんと倉庫。塗料をちょっと置いとける倉庫。まあ手間受けって言って、まあ金額いくらでもらって塗料町で用意してもらって、1棟何十万で請け負いますっていうのが多分最短だと思うんですけど、そう、塗装業は一人親方、まあ言ったら結論から言ったら塗装業は一人親方になりやすいです。で、一人親方は基本的にはその、一軒、家一軒をその工務店とか、まあ、リフォーム屋さん、まあ塗装屋さんから請け負うんですけど、そうするとまあ、倉庫一つで開業ができます。なおかつもう乗用車で開業してる人もいるんで、車に養生剤とローラーと、ローラーのハンドルとハケと、そんなかかんないですよね。資本金1000万とかそういう話じゃないんで、本当にもうちょっと土地、まあ貸し倉庫にちょっと貯めれる。で、なおかつ塗料は手間受けだったら会社からね、現場に届くとか、自分から取りに行って持ってくだけとか、塗料買わなくていいので最初は。なので独立は本当しやすいです。一人親方って名乗っちゃえば、もう仕事受け負いでもらえます。で、そうすると、大体、まあ、頑張ったら100万ぐらい月行きます。そうするともう年収1000万超えますよね。で、なおかつリスクが少ないんですよ。なので、下手なそのサラリーマンやって、まあサラリーマンのことバカにしてるわけじゃないんですけど、まあサラリーマンやって、まあ何十万でくすぶってるよりかは、まあこれ職人の強みで、手に職をつけてですね、ぜひ請負でやっていくと収入は爆発的に上がると思います。で、そのやっぱり大金持ちになる人もそうですけど、やっぱ一発でね、その大金持ちになる人ってやっぱ少ないと思うんですよ、僕。やっぱりコツ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 やってきて、お金も貯めて、そのお金を動かして、じゃあ次従業員雇ってみる。で、どん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 会社っていうのを作っていくと思うんですけど、やっぱそうするためにやっぱ最初の資金いるじゃないですか。で、借金1000万してこけた、じゃあ1000万の負債を負います。それってもう収益ぶっちゃけ引かないですよね。それでもまだやるんだって熱意もあると思うんですけど、多分ポキッと折れちゃうと思うんですよ。ちっちゃい成功を味わってないんで。で、僕もまだ独立したことないんで言えないと思うんですけど、でもその手に職つけて、その一人前、現場のリーダーに育てれば、育っちゃえば自分が、そこまでレベルアップしちゃえば、全然独立だって簡単だと思うんですよ。その仕事もらえる工務店さえあれば。例えば塗り替え道場から誰かに振るとか。まあ、そういった形ですよね。そういうパイプがあれば全然食っていけますし、例えば僕一人で1ヶ月3件やりますよ、休みなしでやりますよって言ったらもう100万近いと思うんで、そうやって仕事もね請け負っていくとお金が貯まります。本当にね、もうさっきも言ったんですけど、開業資金が全然かかんないんで独立は本当しやすいです。で、そうやってどん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 貯めたお金を使って、次じゃあ従業員を育てる、その子が次のリーダーになるってやっていけば、なんていうんですかね、どん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 規模もでかくして、まあそれは自分の理想の形なんで、じゃあ自分のどこまで追い求めていくかっていうことになっちゃうんであれなんですけど、まあ普通に1000万ぐらいは、一人親方になっても全然稼げます。で、仕事がなくなった時も、応援っていう形、まあ常用工事っていうんですけど、常用工事じゃないか、応援ですね。まあ、知り合いの塗装屋さんにいくらで使ってよとか、1日2万円で使ってくださいって言ったら、まあ、その分2万円もらえるんで、まあ、そうやって自分で、うまくつなげさえすれば、全然1000万なんていけるんじゃないでしょうか。で、ちなみに今、何でしたっけ、アプリで、何でしたっけ、助太刀？サンドイッチマンが CM してる助太刀っていうのがあって、本当仕事ない時とかそこで募集かけて、行くよっていう形も全然できるんで、今ネットもすごいじゃないですか。なんで本当にね、やり方次第でどん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 収入は、塗装業は上がっていくと思うんで、まあ、職人ってやっぱ、結局は使われとったら稼げんっていうのもあるんですけど、でもまあ、50万ぐらいだったらまあ、割と稼いでるし、生活できてきるんで、全然いいと思いますし、
まあ独立して社長にもなりやすい職業だと思ってるんで、職業だと思いますんで、あのぜひあの塗装業ね、職人やってみたいなって思ってる方いたら、稼げるんで本当に、ある程度は稼げるんで、努力さえすればぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。はいはい、じゃあちょっとね、あのあんまり参考にならないかもしれないんですけど、あのチャンネル登録といいねぜひお願いします。でも僕もね、あのまあ喋るのあんま得意じゃないんで、あの大して成功もしてないじゃんみたいな、ただあの失敗はいろいろしてきてるんで、まあ、その失敗の話とかね、あの結構人の不幸は蜜の味って言うじゃないですか、まあ、人の不幸はね、あの蜜の味って言うじゃないですか、なんでまあそういう話もね、ちょこちょこしてけれたらなと思ってますんで、ぜひあのチャンネル登録といいねお願いします。また見てねー。